クラリネットには上位の機種になってきますとですね、この左手のところに1個キーが増えます。これ何のためのキーかっていうと、ミのフラットとかソのシャープとかを左手でもね出るようにするためのキーなんですね。ということで、このドラゴンの年という曲の最後の部分がこのキー大活躍します。これついてきよかったなと思いましたね。いや、ついててもむずいわ、これ。